西武6000系は1992年に登場した西武鉄道初の地下鉄直通用車両である。今回はそんな西武6000系とそのアルミ版の6050系について語ってゆく。名列車で行こう。10直間異変西武6000系の珍エピソード。さて、視聴者諸君は西武6000系をどのように思っているのだろうか。私の場合は、引き更新前は東横線を走る車両で2番目に好きだった車両である。なお、引き更新後の6000系については、まあ、なんか、ちょっとなぁなどと思っており、正直に言うと好きでも嫌いでもない普通の車両である。そんな西武鉄道6000系には、大きく分けて2種類の車両が存在する。一つは初期に製造されたステンレス車両で、そのまま6000系と呼ばれている。製造された本数は10両、編成が17本で、有楽町線直通運用のほか、一部の有楽町線非対応車両は地上池袋方面や新宿線で活躍した。そして6000系の増備は一見何も問題なく続けられたように思われた。しかし、実はこの6000系のステンレス交代に致命的な欠陥があったのである。それは重量である。6000系ステンレス車の編成重量は 339.2トンであり、当時から有楽町線を走っていた東武車よりも軽いのにもかかわらず重量が問題視された。ただ当時の営団は西武6000系ステンレス車の重量の影響で線路が傷むことが多くあり、さすがに営団から西武側に改善を要求することになったのである。その要求を受け、西武鉄道は6117編成を最後にステンレス製の6000系の増備を取りやめ、今度の増備車からは日立製作所のアルミ車体を用いることになった。こうして1996年にデビューしたのが西武6000系50番台である。なお、一部ではこの50番台を6050系と呼称しているが、当動画では50番台として取り扱え。50番台ではステンレス製車両に比べて1両あたり1トンから 1.5 トンの軽量化を達成し、6151F から 6158F までの重量編成8本がアルミ車体で製造された。そのうちの 6156F 以降の3編成では製造当初から戸袋窓が省略されており、さらに 6157F は後に東芝 IGBT 素子インバータの試験車両に改造されている。西武6000系、西武鉄道初のステンレス車にして同社初の地下鉄直通用車両として誕生したこの形式は今25編成250両という大所帯で活躍している。しかしながら直通で他社を走るとなると、それぞれの鉄道会社に合った形を取る必要があり、この革命児6000系はそれに右往左往されつつ装備がなされた。18番目の増備車以降になると、より営団線に直通するためのニーズに合ったアルミ製の50番台が増備されることになり、25編成中8編成がアルミ製となった。さらに時代は流れ、副都心線直通、東横線直通、全編成機器更新などを経て、西武鉄道6000系は今年でデビューから31年目を迎えることができた。すでに最終増備から25年が経過しようとしているが、製造された250両全車が現役で活躍をしており、これからの6000系の活躍にも期待したいところである。この動画は、当チャンネルの運営者が大学受験と危機更新のために運用を離脱している時に公開されているものです。そのためにコストカットを重視して制作しており、一部見にくい部分もあったかと思いますが、何卒ご理解をいただければ幸いです。それではありがとうございました。各駅停車大川越行きが重要
急電車のご案内いたします。今度6番ホームに参ります。電車は14時52分発特急レッドアロー小江戸26号西武新宿駅です。特急電車は電車上座席指定です。あらかじめ特急券をお買い求めの場面を利用ください。一番前の車両が1号車、中ほど券売機付近が4号車、一番後ろが7号車です。お手持ちの特急券の座席番号を確かめの上、足元は赤色の特急乗車口にてお待ちください。7両編成で参ります。6番ホームの電車急行西武新宿駅で次は久米川に停まります。